最終予選が明らかに不安すぎる。そして北朝鮮が天才だったことが判明。アジア二次予選すべてが終了をして、いよいよ最終予選に入るわね。そうだ。そして次の最終予選なのだが、もしかしたら死の組になる確率が高くなりそうっていうので日本は大騒ぎだ。日本がどの組と一緒になる可能性があるのかちょっと気になるわ。そして予選進出が決まった中国が北朝鮮に対してまさかの天才と絶賛をしている発言をしたんだ。天才？一体何があったのかしら。そうしたら早速話に入っていきたいと思うぜ。最初は北朝鮮の話だが、北朝鮮は不戦敗をしたにもかかわらず2位突破することができた。そうね、2連勝をして見事2位になったわ。北朝鮮もやはり強いわね。そうだな、そんな北朝鮮に中国が賢いと大絶賛したんだ。その内容とは、日本はシリアとの試合で2試合で10得点を取っている。圧倒的な攻撃力よね。しっかりと機能していた証拠だわ。そうだ、北朝鮮も戦っていたらどれだけ点差をつけられたかわからないだろう。そして中国は、北朝鮮は賢い、まともに戦い2試合10失点のシリアに比べ不戦敗で得失点差を抑えたとファンからは声が上がっている。確かにそう言われると頭がいいと言えるのかもしれないわ。これを戦略的に考えていたのかはわからないけど、不戦敗は0対3という結果になるものね。普通だったらこの点数差はやばいって思うが、日本の今の状況を見たら3点ぐらいだったらっていうことも考えられる。もっと得点差をつけられてしまう可能性もあったからね。そうだ、そういった意味で中国は北朝鮮のことを称賛していたんだ。これをちゃんと喜んで良いのか悪いのかちょっとわからないわね。まあでも実際に北朝鮮は最終予選に行くことになっているんだから喜ばしいことだろう。そうね、最終予選でもし対戦することになったらしっかりと日本が倒してくれるはずだわ。もちろんだ。そしたら次は最終予選の話に行くぜ。二次予選は白熱した展開になったわね。特に日本以外がって感じだけど、お隣韓国と中国のグループは最後の最後まで目を離すことができなかったな。タイに突破してほしかったけど、そういった時に限ってそういうのがダメになってしまうのよね。韓国が中国との試合でまさかの1点しか取ることができなかったからな。中国もラフプレイがあったりで荒れた試合になっていたらしいけど、結局は中国が進出になったわね。そうだ、そして最終予選はFIFAランキングにより3チームを6ポットに分けられる。ポット1は日本、イラン、韓国になったわね。同じポット同士の対戦はないから日本は韓国と対戦することはないだろう。ちょっと日韓戦を見たかった気持ちがあったけど、アジアカップに続いてまたもそれはなくなったわね。怪我されるかもしれないから極力避けたいところが本音だな。そうね、そしてポット2も強敵揃いね。イラクといったらアジアカップで日本が負けた国だわ。そうだ、ポット2の中で一番良いのはオーストラリアだろうな。過去13試合試合をして8勝2敗3引き分けという成績だ。オーストラリアは結構強いイメージがあるけど、それ以上に日本からしたら中東が最も嫌ね。アジアカップで準々決勝で戦ったイランとは同じポットで対戦することはないが、他にも嫌な国ばっかだな。ポット3にはサウジアラビアがいるし、4にはオマーン、6には北朝鮮がいたりと、まさなおFIFAランキングはあまり関係ないわよね。強さ的には正直あまり意味がないな。そして日本にとって最高のシナリオとして紹介されていたのが、同じチームにイラク、ヨルダン、バーレーン、キルギス、クウェートがいる組み合わせって感じだ。ヨルダンはアジアカップの練習試合で圧勝しているし、イラク以外はあまり怖くなさそうって感じね。そして反対に最悪のシナリオっていうのが、カタール、サウジアラビア、UAE、パレスチナ、北朝鮮の組み合わせだ。どの国も戦いたいと思えるような国ではないわね。そうだな、まあこの最悪のシナリオにはほぼならないと思われるし、6チーム中2位以内になれば大丈夫だからなんとかなるはずだ。最終予選で敗退ってことはさすがにやめてほしいわね。2026年の楽しみがなくなっちゃうわ。これに対してのみんなの反応を見ていきたいと思うぜ。個人的にはあえて最終予選の相手は全部中東勢でも良いかと思ってます。苦手意識があるならそれを覆す力を身につけるべきだし、それを乗り越えなければ今後の日本成長にはならないと思うからです。アジア独自の戦い方の難しさや気候や環境にも適応できるぐらい隙のないチームを確立してほしい。今までだって最終予選で中東の国だらけになることはあったから、中東の国だらけだからといって死の組だとは思わない。欧州組の選手にとっては中東の方が移動が楽だし、また北朝鮮と同組になったりする方が面倒くさいことになりそう。
今度こそあんなことにならないように JFA には AFC にも北朝鮮にも厳しい態度で臨んでほしいが、果たして今の JFA にそれができるだろうか。6月27日に決定するからその時を楽しみに待ちたいと思うぜ。そうね、みんなもどんな国と対戦したいか教えてね。そしたら次はちょっと驚きの情報だ。町田の監督である黒田氏がまさかの発言をしたんだ。今大きな話題に上がっているわよね。そうなんだ、町田は天皇杯2回戦で筑波大と対戦をして負けてしまったんだ。この試合では結構なラフプレイがあったって言われているわよね。4人が骨折を含む怪我をしたりしてしまっており、黒田監督は試合後に、今日のやっぱり怪我人が4人出ましたけども、3人に関してはおそらく映像を見ていただいたらわかると思うんですけど、全てはレイトタックル、遅れて足に行って、もう直接こういうことがカードも出ず、ほとんどジャッジされず流されてきた前半からのフラストレーションというものがずっと拭えないまま最後まで行ったなというようなジャッジのレベルだったかなという風に思ってます。こういう状態でサッカーが進められたことに対してすごくやっぱり憤りを覚える。突進の判定について苛立ちを隠せないような様子を見せて、批判覚悟で言わせてもらうと、勝った負けたということ以前にやはりそのあたり、本当に怪我人を出すということがどれだけサッカーにおいて選手生命っていうものを脅かすかどうかというところも含めて、もっとやっぱりきちっと指導してほしいなという風に思います。相当怒っている感じね。絶好調の町田からしたらだいぶ痛手になってしまうわね。そして黒田監督は試合の翌日には、監督として何を言われようと選手を守るのも監督の仕事、負傷した選手たちは文句も言えない、やられたことに対する悲しみの弁も述べられない、足に行った危険なタックルをなかったことにして風化させていくことがサッカー界にとってどうなのか、反感を買ってでもそれは絶対にあってはいけないと選手のことを第一に考えていることを述べているんだ。この試合は VAR がなかったりで、こういった危ないプレーに対してもちゃんと見ることができてない状態ね。どんな試合でも VAR を導入して、そして選手もラフプレーをすることをしないようにすることを意識しないといけない。そして筑波大の小井戸監督は、全てを出し尽くして本当によくやってくれた、ありがとう、我々は大学サッカーを牽引していくつもりで戦っている、結果を出してくれたこと嬉しく思います、学生たちで作っている組織オール筑波での勝利、ちょっとアクシデント的な怪我で相手選手が欠けてしまうような、それはちょっと申し訳ないなという言葉以外ありません。ただダーティーなプレーだったりそういうものではなかったと思うので、一生懸命やった結果、やはり正々堂々とお互いぶつかり合うっていう意味では怪我で欠けさせてしまったっていうのは申し訳ないなと思ってますと発言をしていたぜ。筑波大からしても悪質にやるっていうのは考えていなかったと思うけど、非常に大きな問題となった試合になったわね。そしてこの試合に関して木月氏がコメントをしていたぜ。負傷者4人を出す試合となったが、 J リーグの難しさが露骨に出た試合になったと思う。シーズン途中で開催される天皇杯は J リーグのチーム、特に J1 のチームはレギュラーメンバーを出場させるわけにはいかない。ましてや首位を走るチームにとっては天皇杯の意義は素晴らしいが、いよいよ今後の日本サッカーの発展と現在地をしっかりと把握して進めていかなければいけない時期が来たのではと思うと紹介をしているんだ。この発言を見てちょっと2024年最初のアジアカップのことを思い出したわ。この時も久保選手をはじめとして怪我のリスクなどもあったりするから出場させたくないっていう意見が多くあったわね。リーグ戦とは別に行われるものは重要ではあるが、やはりリーグ戦が最も重要になってくる。天皇杯は大学も出場できて、大学からしたら挑戦できる場としての環境だから、今後のサッカー界にとっては大事な大会にはなっているわね。この試合に対してのみんなの反応を見ていきたいと思うぜ。 J リーグと大学生、プロとアマですから実力差があります。本人たちはいけると思ってタックルしても、プレースピードの違いでレイトになる場合もあるかなと。気持ちはわかりますが、選手側を非難しては今後萎縮したり、選手のこの先に影を落としかねませんから、もちろん自分のチームの選手を守ることもですが、お互いの選手にとってっていう発言も必要なのかなと思いました。アメフトでは
学生と社会人の日本一を決める大会がなくなったように、こういう事故がきっかけで天皇杯の在り方も見直されるかもしれない。大学が J クラブに勝ったりと、ジャイアントキリングが天皇杯の醍醐味の一つだが、これで飯を食っている人たちにとってはできれば出たくない大会となってしまうのではないか。特に学生相手の試合では負けてもいいから戦力を落として挑む J クラブも出てきかねないと思います。試合に対する意識の違いは現れてくる。今回のことで一体天皇杯がどうなるのか気になるところだぜ。そうね、今後の展開もしっかりと注目して見ていきたいと思うわ。そうだな、皆の意見もぜひ教えてほしいぜ。そうしたら今日の動画はここまでよ。